かつての乱州西駅乱州西駅は、甘粛省乱州市七里川区にある1953年、開業乱新線に属する鉄道駅である。この駅は、中国西北地区最大の鉄道駅である。2013年、この駅は改修工事を行い、現代的な駅となり、乱州北駅の代替となった。蘭州市の都市計画によると、蘭州西駅は、領州。 和助のうちの主客駅に指定されている。また2014年12月25日からは、乱心線、第二副線、2015年9月30日には、乱州中川空港との間を結ぶ乱中都市間、鉄道、2017年7月9日には、放乱旅客専用線、2019年6月23日には、乱州軌道交通1号線もこの駅に、 乗り入れるようになった。それまでは小駅に過ぎなかった、乱州西駅は、乱新線、乱新線、第二福線の新しいターミナル駅となるため、2013年から西に1ルあ余り離れた場所に移転新築工事を開始し、2014年12月29日から営業を開始した。ただし、駅前広場は引き続き整備中であるため、駅前のすぐ西側に、 仮設の駅前バスターミナルを設置し、一部のバス路線が乗り入れている。2015年9月30日には、蘭州西駅と蘭州中川空港を結ぶ蘭中都市間鉄道が開通した。空港連絡列車の過半数は、当初は東駅を通過して、蘭州駅をターミナル駅としているが、東駅を始発とするものや、蘭州駅と東駅の両駅に停車するものもある。現在は、 鉄道同士や、市内バスと乗り継ぎができるほか、将来的には、蘭州地下鉄1号線、2号線との乗り継ぎも可能となる。この駅の面積は68万平方メートルであり、地上2階、地下3階で成り立っている。総建築面積は22万平方メートルであり、すべての工程が終了すると、蘭州市最大の交通施設となる。 乱州西駅は13ホーム26線、うち独立線が2線、至る発線が24線あり、11個の島式ホーム、2個の単式ホームに分かれる。合計面積は11万7千平方メートルである。乱州西駅は一設当初は15ホーム29線で、あったが、現在は13ホーム26線に変更になっている。島式ホームと式ホームが混合しており、 13個の独立ホーム、イタロ発線24個を共有している。廊海線、乱心線、乱中都市間鉄道共用の普通ホームが6ホーム11線、乱心線、第二副線が到着する高速ホームが7ホーム13線、ある。乱心線、第二副線、乱中都市間鉄道はこの駅が終点である。乱州西駅前ターミナルは一部を除き建設中で、あり。 完成した際はバスターミナルや大規模商業施設と現在は乱州軌道交通1号線が開通しており当駅が乗り換えが可能となっている現在は建設中の駅前広場のすぐ西側に仮設のバスタクシーターミナルを設置しているが仮設で規模が大きくないため乗り入れているバス路線は当面はごく一部だけである特に 乱州駅から来る路線は31系統と137系統だけが、乱州西駅前である、乱州最脚端バス停まで乗り入れる。1系統など多くの路線は、旧乱州西駅前である、乱州西端バス停で折り返すが、名称が紛らわしいので注意が必要である。31系統など、新駅前バスターミナルまで乗り入れている路線に乗車した場合も、手前の、 乱州西端バス停で下車しないように注意する必要がある。乱州軌道交通2号線がこの駅を経由する予定である。ありがとうございます。